さあ、お待たせしました。どうもと BC 連休の藤井ペイジです。今回のゲストは、日吉仲良しのねんねんくんです。どうぞ。どうも。遠藤健一です。完璧やな、入りが。ありがとうございます。素顔の割合と、そのメイク中の割合で仕事量今どんな感じなの？ 9.5 対 0.5 歳。いや、もう、9割超えたか。いや、でもコンビで、そして日吉仲良しのねんねんと申しますけれど、うん、コンビでいつもネタとかもやってますけど、うん、ネタのやってる時も遠見さんになってやってます最近。そうやん、ザ・セカンドの予選であってな。あ、うん、そうですよね。ザ・セカンドの予選であった時に、はい、もういきなり楽屋入ってそのメイクでおったから、いやもう当たって砕けに来てるやんと思って俺。そうですね、爪痕だけでも残そうかなと思ってなあ。ほら、はい、M1 でもそうやけど、あんまりそのタイプって決勝までいけへんじゃない。いや、この間それもそうやし、この間びっくりしたのが、まあ、別に隠してなかったんやろうけど、囲碁将棋の根建君と兄弟って知らなくて、俺。あ、そうなんですか。知らなかったのよ。俺は、工場委員会やったっけ？俺見てて、そこで兄弟っていうくだりがあって、そうやったみたいな。あ、ちょっと今年一番驚いたよ、俺は。あ、本当ですか。うん。わ、嬉しいです。でも、僕のこと、そう、なんかご存知なのが嬉しいです。逆に僕は。いや、知ってるやつだ。と、何歳違うの？お兄ちゃんと。兄ちゃんが3つ上です。3つ上か。芸歴も一緒ですね。また3つ上で。ああ、なるほどね。そういうことね。はい。これは何？高卒で？ 2 人とも、大卒で、うん。あ、いやー、親不孝やな。うん、そうですね。親からしたら、大学までちゃんと大学まで学費絞り取って、はい、4年生までしっかり行って、しっかり行って、お笑いへ。真面目に帰って、はい。じゃあ、何、やっぱり子供の頃からお笑い好きやったの？あ、僕、そうですね、僕の方がどっちかっていうと好きで、あ、そうなの？それこそ、試練球さんとか、オンバトでもがっつり見てて、いや、もう、そうなの？いや、そうですね。僕もがっつりもう、野球とかまあ。しょうがないな、もう。どうぞ、ゴールドバトラーの盾です、これ。すっげえ。すっげえ。オンバト見てたっていう人には全員に見せてんねんけど。どうぞ、どうぞ。うわ、僕だからオンバト世代で、お笑いずっと好きで、うん、自分もまあちょっと、あわよくば やれたらすごいいいな、みたいな感じのノリで。うん、で、僕は、まあ、一応高校の時の同級生が相方なんですけど、で、日吉仲良しっていうコンビ名なんですけど、うん、日吉にある高校、まあ、慶応もあるんですよ、ね、うん、日大日吉なんですよ、うん、で、まあ、なんか仲間、友達がつけてくれた名前なんですけど、日吉のな日吉仲良しっていう名前でコンビ、うん、いいと思う。で、そのまま、あ、大学も一緒で、大学は特に別にそんな、なんか遊びでしかやってなかったんですよ。例えば、落ち研とかお笑いサークルとかでやったりすんの？いや、もう全くやってなかったです。落ち研があるのとかも全然知らなかったです。じゃあ大学時代何してたの？大学の時は友達に誘われて、うん、筋トレしようぜってことでアメフト部入ったんです。え、噂の日大のアメフト部じゃん。日大のアメフト部なんですけど、うん、でもそのなんか一部がフェニックスってもう多分、まあ、話題の大学なんですけど、うんうん、二部でなんか学部別でしかやってないような。あ、そうなんや。もうやっぱり大きいからいろいろあんねんな。あ、そうっすね。そこでは結構がっつり鍛えて筋肉つけてみたいな。うん。もうそれだけでしたね。ルールも覚えたりもしてた。ほぼ筋トレしてただけ。ルールは覚えてよ、さすがに。ほんでさ、どうすんの？じゃあ卒業しようかってなった時に。その時に石、そうっすね。今の相方の石塚で、石塚もフラフラしてて、おうおうおう、一緒に就活ほぼしてない状態からの、ちょっとやっぱ笑いやろうよ。うんうん、お互いの。なんか今、どっちがやろうよって言ったか今、二人とも相手、向こうが言った、向こうこっちが言ったみたいな、覚えてないんですけど。あ、そうや、お互い別に、なんかどっちが言い出したとかっていうのが記憶があやふやない。あやふやの、僕は石塚が言ったと思ってるんです。石塚僕が言ったみたいな感じ。ああ、そう。その時はさ、もうお兄ちゃんは NSC 入ってるわけやんか。はい、入ってました。ねえ、しかも、囲碁将棋って、なんとなく同期の中ではちょっと出世早くなかった？そうなんですよ。なんか NSC の9期生で、うん、その特別クラスに確か入ってたんですね。うん、エリートクラスに。結構なんかいい感じに進んでて、身内っていうか、お兄ちゃんが
特別クラス入れるのとこれなんか意外とチャンスあるなってな。いやそうでも思っちゃうよね、近くにそういう人いたら。そうですね、まあ、こういうとあれやけどひょっとしてちょろいんじゃないかみたいな。なんかまあちょっとそうですね、ちょろい、まあはい、まあ兄ちゃん面白かったんで、まあまあ、あ兄ちゃん面白かったんや。いやそうですね、まあ面白かったけどお笑いやる感じではなかった。あそう、ちょっとお兄ちゃん3つ上やんか。はい、3つ上やったらやっぱり兄弟喧嘩なるやろ。ほぼほぼしてないっすね。もうなんかほんと2人とも最初はちょっとしてたんですけど、僕がもともと高校は野球部入って、うん、高校からもう一応アメフトやる前に筋トレしてる。いやすごいな。うん、でなんか兄ちゃんより体が大きくなってからもう兄ちゃんは何ももう喧嘩する感じやねん。そういう手があったんや。ああもうなんか、はい、ビビっちゃったみたいで、もう別になんか手とか出してるわけない。そうなんや。俺はもう3つ上の兄とも3つ下の弟とも喧嘩めっちゃしてたよ。もううわそうなんすか。まあそれは小学校ぐらいのまでの話だけど。あはいはい、で小学校の時も全然してなかったっすね、うんうん、じゃあもうあれ2人でちょっと一緒に遊んだりとか。2人遊んだり兄ちゃんの友達と遊んでるとこついてったりとか。おお、いや、はい、優しいお兄ちゃん。いや兄ちゃん優しいっすね。まあたまになんかそのゲームで負けた時とか、まあ怒った時ありましたね。怒ってでも全然なんか攻撃とかしないですよやっぱり、ね、あ本当。お互いになんかちょっと攻撃したら、うん、ちょっとなんか気まずくなっちゃうんじゃないかってそういうなんか気持ちがあって。うわいいな。おでやっぱりなんかちょっとしたなんていうポスターをちょっとだけ破くとかせっこなんかそれ何、ねんねん君の大事にしてるポスターをちょっと破くみたいな。僕が兄ちゃんのちょっと大事にしてるポスターちょっと破いて、うん、逆にやばいと思ってセロテープで止めてバレないように。でも基本的には仲良かったわけでしょ。基本仲いいっすね。で、はい、そのお兄ちゃんが先にさ、まあ、NSC に行くわけじゃん3年で。だからその時はあれでしょ、大学1年生なわけじゃんねんねん君は。じゃあ俺芸人になるわみたいな話をしたの。兄ちゃんがそうっすね、うん、兄ちゃんがその大学4年生まで、うん、そのお笑いやるって全く聞いてなくて、うんうんうん、突然やるみたいな NSC 入るみたいな話になって、うん、でえみたいな、えそうなのみたいな、びっくりした。ほうほう。で僕もまあ自分がやりたいみたいな雰囲気は出してたんですけど、でだから後々なんか兄ちゃんがいつも、まあ、コージって言うんですけど、コージが先にお笑いやりたいのしてたんだけど、うん、ごめんな、先入ってちょっと兄弟2人でお笑いやるのちょっと親に言うの大変だったでしょみたいな。ああそうなんや。えその親御さんはどういう反応なの。いやでも最初はやっぱ反対してましたね。そうやろうな、ちゃんと就職してほしいやろうな。いやそうですね、大学まで行ってちょっとあんた何考えてんのみたいな、うん、もうでも何言われても全然やる気だったっすよ。就職したくなかったやろ。そうですね、それもありましたね。でもやっぱお笑いやりたいのはやっぱありましたね。オンバトとか見てて、オンバト出たいっていうのが最初ずっとあったっすね。で、でもやっぱ兄ちゃんがちょっと NSC 入ってから、やっぱ増しましたけどね、でも。そうやな、やっぱり火はつくよね。養成所っていうのがあるんだみたいな、そっからみたいな。でもあれでしょ、NSC じゃなくて鍋込めに行くわけでしょ。あ、そうなんですよ、はい。うん、それはなんでやっぱお兄ちゃんが行ったから嫌やったの。嫌ではなかったんですけど、うん、うんうん。まあ、一応相方と、兄ちゃんたち、うん、特進クラス入ってるから、なんか、まあ、そのまま吉本行ってもいいかもしれないけど、ちょっとなんか先行かれてるから別から行こうかみたいな。まあな。変に差ついてたらちょっとなんか嫌だなと思って。まあ、まあ多分な、それ言われたら、まあ、いじられるやろうしな、いろいろ。あ、うん、で、一回ちょっとやっぱその NSC の、特進クラスのなんかライブ見に行ったことがあったんですけど。あ、そうなんや。うん。その時めっちゃやっぱ面白かったんですよ、兄ちゃんたちが。わ、すごいね。兄ちゃんたちすげえ面白かったんで、ちょっとやっべえと思って。いや、多分、相方さんがすげえんだなと思って。富田さんって人すげえんだな。違う。二人ともすごい。二人ともすごいんだよ。で、鍋越えに入って、ほら、渡辺のには所属しなかったわけじゃない。そうですね、渡辺所属するのはすっげえ難しかったんですよね。なんか敷居が高いっていうね。4組ぐらいだけ受かったみたいな感じだった、うん、同期何人ぐらいいたの。4期生全部で60組ぐらいですかね。で4組ぐらいが残る。うわー少ないな。いやすっげえ厳しかったっすね。60組で今も残ってる同期っている。いやもうがっつり残ってるのが、うん、
もうそれこそ昨日、うん、キングオブコントは発表された、うん、決勝で発表されたジグザグジギが同期。あーそう、はい、もうあのコンビのまま宮沢くんが、うちはもともとビッグバンっていうコンビで、それこそ鍋込め渡辺に入ったんですけど。あ、そうなんだ。で、池田は別のコンビで入れなかった。で、僕のコンビと、その池田のまた今とは全然違う別のコンビと一緒にフリーでよくライブ出てたりして、うん、で、なんだかんだで池田と変えて、今のジグザグジギ。ああ、確かにね、決勝残ってるしね、今回ね。じゃあフリーで活動すんやろ。はい、フリーで、うん、そっからもういきなりそのもともと入ってたニュースタックプロダクションのキングオブフリーっていうライブがあったんですけど。はいはい、キングオブフリー、うん、ゴージャスさんとかも出てたんですけど当時。へえ、うん、そのライブに出て、まあ、そのマネージャーさんにニュースタックプロダクションって入らないみたいな。あ、当時ニュースタックエージェンシー。ほう、うん、でその時に弾丸ジャッキーさんとかいるよみたいな、ちょっと分かんないけど入りますみたいなからずっと。分かんないけど事務所とかよく分かんないですけど、弾丸ジャッキーさんいるんだったら入ります。おう、瞬間メタルとかな、うん、あ、そう、瞬間メタル、瞬間メタルさんとか。おう、おう、はい、でもいつの間に遠藤健一さんになったの？それは気づくわけ？あれ俺似てんじゃねえかみたいな。最初は僕ショーパブのキサラ MC をこの素でやってたんです、ね、うんうんうん、今この演劇やってるんですけど、でモノマネは全くやってなかった。でもいろいろやっぱモノマネの人たちは年々なんかせっかくだからモノマネなんかあれとかいいんじゃないとかいろいろ言われてたんで。なるほどね。でたまたま、まあ、その遠藤健一さんやる前に僕一回五郎丸選手のモノマネを初めてやったのがそのきっかけなんです。周りから五郎ワールドカップの時に五郎丸に似てないみたいに言われて。お、いいね。お、あ、本当っすかってこうやってなんか横向いたら、うん、あ、横すげえ似てるじゃんってなって、うんうん、絶対やった方がいいよみたいな。でそこにいたジョーク東郷さんで、ジョークさんと仲良くさせてもらってるんですけどよく。あ、そうなんや。でそのジョークさんが、あ、ちょ、年々じゃあもう俺ユニフォーム買ってやるから五郎丸やれよみたいな。もうめっちゃいいじゃん、いい先輩じゃん。え、マジで。はい、そうなんですよ。でユニフォーム買ってくれて、うん、モノマネを初めてやり始めた感じです。あ、そうなんや。今まで何回か配信でジョーク東郷の話だけど、いい情報を聞けたの今が初めてやこれ。一応細かすぎて伝わらないモノマネだけは一回出れて。あ、そうなんだ。うんうん、はい、うん、その時一回出れて、それがピークで、うん、あ、ピーク、うん、そっからもうあれですね、五郎丸さんがもう海外行っちゃって日本でちょっといなくなっちゃったんで、そっから五郎丸選手のモノマネなんかちょっとやりづらくなっちゃって、でそれで五郎丸選手は封印して、次がもうひょっとして遠健さん。次遠健さんですね。それは本当に声は別に似てるって言われたことなくて、うん、で顔も全く似てるなんて一回も言われたことなかったんです。本当たまたまあのラジエーションハウスっていうドラマが、それのパロディーをやっぱモノマネにとって結構ドラマのパロディーやりたがるんで、うんうん、で遠健さんが一番結構いい味出してたんですよドラマで、はい、でどうしてもちょっと遠健さんがこの、まあ、パロディーに必要だって年々ちょっと遠健さんの声とか低いから出るんじゃないみたいな、うん、出ますかねつって、なんかちょっと一言、うん、出ますかね、うん、どうですかね、責任なら私が取ります、うん、俺っつってみたいなちょっといけんじゃないみたいな、はい、俺行きますからみたいな。え、ちょっと待って、顔じゃなくて声からなの？はい、声からですね。いや俺絶対顔からやと思ってた俺。声スタートで、うん、で、あ、いい、その一言だけでもいいよみたいなだった。うん、本当ですか。あ、じゃあ全然、うん、あの声だけでいいんだったらちょっと、うわ、ちょっとじゃあモノマネやりたいですって。え、じゃあもうせっかくだからさ、顔もさ、まあ似ないかもしれないけど、うん、メイクしてあげるよみたいな。でメイクこうやって目の切開して黒く描いて、うんうん、でここに遠健さんでこういう風にこの辺シワ、うんね、があるでしょって、うん、でここら辺ちょんちょんちょんって描いて、うん、で あ, あれちょっとなんか似てきたんじゃないってなって一番最後髪の毛を僕ちょっとここの辺ちょっとこう生え際がこうやって上げたらめちゃくちゃそっくりで、髪の毛をガッて上げた時に うわっってなって、うわめっちゃ出てるめっちゃ出てるってなって、生え際めっちゃ出てるやつかってさあめっちゃおもろいな。それこそ美代子さんっていう方とか、うん、中垣
ミナさんっていうモノマネしているんですけど、うん、その人がやってくれて、うん、で一番まあ何て言うんですか、その火がついたというか、よっしゃやろうってなったのがモノマネ紅白で、そのまあラジエーションハウスのモノマネみんな行ったんですよ、うん、その紅白の、オーディションって結構公開オーディションというか、やる人が全員見てるんですよ。でやってる人の前で、呼ばれた人だけ前行って、もうほぼみんなの前でやる。一番緊張するやつやん。でもうなんかもう笑っていいのか笑ってよくないのか分かんない状態のこの、うんうんうん、でそこで僕が一言練習した通りに、敵になら私が取りますってこうやって言ったら、うん、ドカーンって受けたんです。うわーすごい、と思って、うわすごいみたいな、なんか、うん、そっくりみたいになって、似てるってなって、いけんのかなと思って、年々めっちゃ受けたじゃんってなって、絶対やった方がいいよみたいな、やりますみたいな。いやすごいな。いやもうまあモノマネ的にはもう初舞台で大当たりみたいな。でもまあ結局そのモノマネ紅白が結局なんかまあネタがまだできずに出れなかった。ああそうなの？なんかよくわかんないですけど、無理やり紅白の作家さんが、じゃあ年々と冷蔵庫マンさんで2人でネタ作ってくださいって言われて、いやってなって、どうやって作るんですかって。どんな無茶ぶりなのそれ。冷蔵庫マンさんが、まあ、安田圭さんやモノマネできるってことで、やる、うん、よくやってる、うん、で安田圭さんと、ね、遠藤憲一さんのなんかネタができたら合格みたいな、合格というか、でも結局ちょっとなんか作れなくて出れなかったんですよ。出なくてで、じゃあその遠藤憲一さんやりだして、こう一番最初にこう地上波でわっとこう、あこれはいけたなみたいなんて、どの番組なの？やっぱ一番細かすぎて伝わらないモノマネですね。ああイメージあるな、はい、うん、あれが一番、まあ、反応あったっていうか、反応スピードそんなあったわけじゃないですけど、まあ、一番なんかこう見てくれてて、みんながあ、え遠藤憲一さんモノマネする人いるんだみたいな、で広まった感じではありましたね。ちょっと確かにお兄ちゃんはそういう番組見てくれたりすんの？あ見てくれてますね。あそうなんや。連絡くれる、まあ、出るって言ってたの。連絡、あよかったよっ、はい、わあ優しいな。そうですね、なんか優しいです。逆にお兄ちゃんの番組もちゃんとチェックすんの？兄ちゃんの番組、あの最近ちょっとなんか結構今ガンガン出てて全部見れないですけど。いや当時はそうですね、なんかガンガン出てるからって見れないっていう理由。すごいな。じゃああのちょこちょこの時は結構見てたんや、ほんなら。あ見てましたね。でもはい、あすごい、すごいすごい。じゃあもちろんあれやろ、ザ・セカンドも見てたやろ。いやもうがっつり見てましたね。いや優勝候補やと思ってたけどな、惜しかったな。いやすごかったっすね、うん、いや嬉しいっすね。なんかあんだけ前評判、みんなから前評判よくて、まさにこう囲碁将棋のための大会ちゃうんかぐらいの言われ方してたもんね。あわよくは僕も、うん、あのなんか1回戦で、うん、1回戦でもなんかみんなにコメント言うじゃないですか、うんうん、その時に囲碁将棋と絶対戦いたいですっていうなんか言ってたんですけど、うん、夢の兄弟対決だったな、欲しいな、実現したら。